連合総研は首都圏と関西圏の2000人の労働者を対象に調査しました1年前と比べて賃金の増加幅が物価の上昇より大きいと答えた人は6.6%で小さいと答えた人は60%に上りました春闘で大幅な賃上げが相次ぐ一方で物価高に追いついていない状況が浮き彫りになりました また、男性の5割、女性の6割が1年前と比べて物価がかなり上がったと回答しました。一方、職場の人手不足を感じている人は41.3%で、特に建設業では半数以上に上っています。